いよいよ機関への最終シーケンスです。本当に大丈夫なのよね。帰れるんですね。戦いは終わってない。クリスを頼んだぞ。ええ、そっちも気をつけて。防衛の準備はよろしいですね。では採掘機を起動します。準備も私たちは整えてきたはずです。臆せず立ち向かいましょう。ワームホールが安定するまでベースキャンプの防衛に専念してください。敵の撃退を確認。お疲れ様です。我々の勝利です。ワームホールの生成率が 90% を超えました。まもなく順調な、そうだ、通信が再び君たちに警告。どういう意味だ。いいか、このままではワームホールの生成は再び失敗する。その命令は理解不能です。これ以上の出力上昇はワンダラーをさらに呼び寄せる効果しか想定。その計算が間違って、こちらの調査でバージル内部にはグッドラックが独自に組み込んだブラックボックスがあることが分かった。そういえばプログラムの中には初期設定の状態。君たちは一度グッドラックのデータ改ざんによって期間を阻まれている。グッドラック本人による弁明を求めます。彼ならばきっと誤解を。残念だが、それは彼はすでに死亡した。自殺だった。私が一報を聞いて、今回の独断による調査任務やバージルのデータ改ざんだけではない、グッドラックの目的が何だったにせよ、これ以上彼の策略で犠牲者を出すわけにはいかない。いいな、 AI の言葉にこれ以上耳を貸してはいけない。キャプテン、出力上昇に危険が伴うという私の推測。それでも彼の指示。信じてやりたいけどな。でもクリス、そうだ、もしまた細工がされていたら次はただの失敗じゃ済まないかもしれない。そうね。もう私のサポートは必要ないのですね。皆様の意思を尊重し、ワームホール採掘機の出願わくばこの決断が。お待たせしました。ワームホールの起動シーケンスは全て完了しました。うまくいったのね。
皆さんワームホールへと移動してください。それではキャプテン、あなたと任務を共にできて光栄でした。これは安定化したワームホール内のエネルギー充位に異変が発生。何者かがワームホールに干渉しています。キャプテン見て、この反応は間違いありません。ロードオブダストです。Thank you.
ここは元の世界だってことよね。じっとしていてくれ。次なる谷へようこそ。残念ながら旅はまだ終わらない。さて、疑問は山ほどあるだろうが、まずは安全な場所へ移動しよう。まず初めに言っておくが、この音声を今君たちが聞いているということは、私はすでに煉獄への旅路に歩み出ているのだろう。つまりこれは録音だ。質問に答えることはできない。とはいえ、当面の疑問に答える用意はできている。聞きたいのはこれだろう。なぜ自分たちは元の世界に帰っていないのか。一体何を失敗してしまったのか。答えはこうだ。君たちは何も失敗などしていない。ここまでの出来事は全て予定通りであり、君たちは私が行き先として設定した地に降り立ったのだ。ふざけるな。そう思っているだろう。当然だな。しかし君たちにはまだある任務を遂行してもらわねばならないのだよ。その任務とはロード・オブ・ダストの破壊だ。私はそのために全てを計画し、準備し、実行してきた。キャプテンをディーテ世界に送り込み、仲間を集め、力を蓄えさせた上でこの地に転送した。奴を破壊する兵器の眠るこの場所にな。今君たちがいる FOB はかつてカロン部隊が築いたものだ。今後はそこを拠点に活動してくれ。この地にカロン部隊の生き残りがいる。まずは彼に接触しろ。彼こそがロード破壊の鍵を握る人物となる。それと願わくばバージルのことを責めないでやってほしい。今回の転移に関する一連の出来事もこの音声も彼女たちの意思とは無関係だ。今後も彼女たちは君たちの任務遂行における心強い味方になってくれることだろう。今はまだ憤りの感情が強いだろう。だがいずれ理解できるはずだ。これは私たち人類のための任務だということを。そして君こそがその中心人物なのだ。頼んだぞ、キャプテン。グッドラックからのメッセージは以上です。ふざけるな。どこまで俺たちをもてあそぶつもりだ。もう亡くなってるのよ。そんなに怒ったってどうしようもないじゃない。しかし人類のためになるってどういうことだ。一つ思い当たることがあります。それは
ミスター・グルーエンがワームホールの出力を上げさせた理由に関わります。グルーエンは出力を上げてロードを元の世界に連れて行こうとしたのではないでしょうか。なんだって？あなた方が帰還するのにやはりあそこまでの出力は必要ありません。ロードにワームホールを通過させるために大きさを広げたかったのでしょう。でも何のために？グルーエンは大量のエネルギーを回収したかったのだと思われます。ロードはワンダラーとは比べ物にならないほど膨大なエネルギーを有していますから。でも、もしあんなのが私たちのいた世界に行っちゃったら、危険な状態に陥る可能性は非常に高いでしょう。あくまで推測ですが、グッドラックはグルーエンによるロードの回収を防ぐために破壊を目指しているのではないでしょうか。それなら確かに人類のためになるって言えるかも。俺には関係ない。リーブ、世界の危機とグッドラックの目的はな。ただ帰還のためにロードを破壊する必要はあるだろう。次も奴の襲撃をかわせるとは限らないからな。よし、決まりだ。まずはそのカロン部隊の生き残りってやつを探そうぜ。引き続き任務をサポートします。皆さん、私を信じてくれますか？さっきは疑って悪かったわ。今度は信じる。一緒に帰りましょう、バジル。